イニーチークの学長へようこそ、ちさです。コーヒートーク続きやっていきましょう。9月22日教育制度改善へ向け大西洋だか太平洋岸諸国っていうのが数十億ドル規模の巨額投資に合意。猫耳が宿題戻るのに、またなんか猫耳批判されてるな。強靭なくちばし、キツツキが電柱に穴を開きそうに。すげえ。はい。どうも今日はすごい。今日レイチェル来そうだな。あ、アモンダもなんか友達に。シルバーは、あ、シルバーさんも入ってる。で、友達ルのストーリー、はい、車の故障、配達を待たしたから、ちょっと楽しいことが進行中、あー、レイチェル猫耳だからな。吸血鬼も妊娠するのか。そうなんだ。あ、ほんと続いてるのか。この間自称ヴィーガンの吸血鬼が出てくる映画を見た。そいつは動物の血を飲むんだ。私も一度試したことがあるが、あれはひどい。満足感ゼロだ。合成血液の方がいい。へー、ルーカス、足にタトゥー入れたらサティロスってかっこよく見えるかな。いや、俺はやんないけど、お待ちがさ。かっこいいけどな、ルーカス、そのままで。このね、あんたたちも気になるんだよね。すごい、漆黒より黒く、地獄より熱くて苦い。茶色って、ちょっと間違ってから貼ったこんなつけちゃったね。茶色で。ストレス解消にもってこいなんだって。もう一回飲んでみようかな。スパイシーな口当たりや食欲、ほっこりとさっぱり。胃の向きやつきや、これなんて読むの、なんて読むんだろうね。そう、草葉創葉から花粉まで、ティーカップの中で庭を再現、蜂の葉音を聞こえてきそう。やだな。蜂の葉音は聞きたくない、聞きたくないな。はい、じゃあ本日もニュースストーリー読んでいきましょう。愛のある場所。彼はいつも私の望みが分かっているようで、よく怖くなる。今朝もそうだ。飲み残しのコーヒーが入ったポットを持ってキッチンに行くと、そこに冷たいミルクと氷、キャラメルシロップを加えて、私たちが仕事をしていた小さなテーブルまで運んできた。どうぞ、目覚めのコーヒーをお持ちしました。まだお疲れのようです、ナノク様。完璧なシロップの配合のせいか、受けられた微笑のせいかはわからないが、今はキーンと冷やされたキャラメルラテがやたら美味しく感じられた。多分笑顔とシロップの両方ね。彼の場合はいつだってそうだ。ありがとう、優しい旦那様。まさに今の私とこの報告書に必要なものだわ。こうやってかしこまって冗談を言い合っている時が、彼と一緒にいて何よりも楽しい。けどそれを言ったら、二人で一緒にやることは何だっていつも楽しいのだけど、私たちはめいめいの土曜の仕事に戻った。そうやって一日が過ぎてけど、彼が今私のアパートにいなかったら、私はきっとソファーに寝そべって寝とふりを見ているだけで一日を終えていたに違いない。恋人の胸にそっと抱かれて仕事をしていると、作業がぐんとはかどる。決して単なるのろけではない。彼を会社に連れて行って固いオフィスチェアと交換できたらいいのに。上司のジョリーンはなんて言うだろう。きっと怒るだろうけど、そしたら彼がいることで仕事の質が上がり、職場でイラつかなくなるんだって言い返せばいい。職場で何より大切なのは仕事の効率が上がることだもの。私がまだ架空の議論の中でジョリーンを論破してやろうと考えていた頃、彼は満足そうに大きなあくびをして自分のラップトップを落とした。もう終わったの？ついてるわね。そりゃまあ、僕は5分おきに妄想して手が止まることもないから。私の髪をいじめながら彼が言う。朝の絡まっている髪が指でほぐされていくのを感じる。髪をいじって邪魔してくる彼氏がいないなら、そりゃ仕事もさっさと終わって当然よね。だったら帰ろうか。遅かれ早かれ帰らないといけないんだし。
ダメ、昼までいて。ならそうするよ、お嬢様。彼は私の髪を損なり続けている。たまに髪を編もうとしては挫折し、その度に髪が離れてくれた。今すぐ振り向いて激しくキスしたい。そんな衝動をぐっとこらえる。こんなレポートがなければいいの。やっぱり彼を会社に連れて行くのは愚策かもしれない。あなたの勝ちね、ジョニー。そんな風にして二人でお昼まで過ごした。こういった時こそ彼の口から愛してると言ってほしい。そしたら完璧なのに。けど実際の私たちは言葉も交わさず、ただ黙って座っていた。でも彼の方から決してそう言ってくれない。なぜだろう。著作もある詩人のくせして、どんな女の子だと聞きたがるあのたった5文字の重要性が分かっていない。それ以外は火の打ち所がないのに。分かってる。そんなのはなんだ、些細かなな欠点だって。それでもたまにはそう言ってほしい。嬉しくなるから。そしたらお昼にするかい。彼は抱擁を解いて私の顔を見た。私は今もラックトップに鼻をくっつけ、数字や退屈なシートの中で溺れていた。分かった。けどデリバリーにしない？私はまだ仕事が終わってないし。だったらピザだ。クーポンがまだ残ってたはずだろ。ドンピシャだ。食べ物のチョイスもクーポンのことも自分の全てを知られているようで、また怖くなる。これが他人なら叫んでしまうけど、彼なら問題ない。だって彼を愛しているから。彼は立ち上がり、キッチンカウンターに置いてあったスマホを手に取ってピザを注文する。パインも乗せる？彼がキッチンから大声で出す。当然でしょ？私を誰だと思ってるのよ。キッチンで笑っている彼が引き出しを開いた。私がデリバリー用のクーポンをまとめてしまっている。まさにその式、引き出しを。彼は自分のことのように私の全てを分かっている。そう考えると、愛してるって言ってくれなくても構わないかも。読者は彼の愛の詩を読んで、その言葉にうっとりする。でも私はそれが私のことを書いた詩だって分かっているのだから。私が愛しているのはこの私だ。あ、間違った。彼が愛しているのはこの私だ。私のことを誰よりも理解している。だってキャラメルシロップやピザのクーポンのある場所を知ってるのだから。愛は確かにそこにあるのだから。こうなので、なんかうまいことかけてあるね。愛のある場所。失礼。はい、さあどうなんだろうね。全部分かってくれてる彼氏がいいのか、まあ、ちゃんと言葉を言ってくれる彼氏がいいのか、ちょっと二択になりそうですけど、はい、よし。じゃあ今日も召し上げていきます。今季の雨季は本当によく降る。ご機嫌はどうだい、レイチェルさん。あら、服装も髪型も変わったね、レイチェル。元気もりもりだよ。にゃはん。どうかした？いや、なんでもない。ただ、猫耳族の変身を見るために驚いてしまってね。それっていい意味で？悪い意味で？もちろん、いい意味でな。魔法のようだよ。サンクス。そしたら、何か必要かい？タオルなんかいる。あれ、友達いるが。ルアが今、ツイートした。そんなんあったの？全然知らなかった、私今まで。ごめんね、仕事中に携帯触って。そしたら何か必要かい？タオルは。外は土砂降りだったろ。今日本当に雨強いね。そうだな。ドライヤーある？ドライヤー、いや、あいにくない。だったらいいや、お構いなく。本当にいいのか？もう小さー、なんかが雨じゃん。心配しすぎっしょ。まあ、君がそう言うなら。あのさ、私もう子供じゃないんですけど、あれから3年経ってんの。私も年を取るんだよ。あ、いや、そういうんじゃないんだ。当店のサービスがまずかったせいで、人気スターに寝込まれたら一大事だからね。
そしたらとびきりのサービスを期待しちゃおうと。特別な一杯を入れてもらったりして。特別な一杯？リクエストはあるかい？そうだな、ミルクがたっぷりでちょっぴり甘くて、このドヨーンとした天気を吹っ飛ばしちゃうほど心が浮き立っちゃうようなやつ。心が浮き立つ？それって味的にも色的にも？そこはお任せ。だってほら、効果は色によりけりじゃない？まあ、やってみよう。やったね。あ、それとコーヒーはなしでよろ。念のため、注文を繰り返してもらっても？コーヒーが入ってない色鮮やかなラテを蜂蜜入れでよろす。まじ簡単だな。また誰かツイートしたの？お前は何、入れるの？足にタトゥーを自分の話じゃん、結局。これ多分、ハイビスカスかな。で、牛乳の、間違った。ハイビスカス牛乳蜂蜜かな。どうかな。かわいい。私もはね。はい、どうぞどうぞ。ぜひ感想を聞かせてほしい。わあ、かわいい。それにピンクだ。その通り。これってなんで飲み物だっけ？それはスイートハートラテ、そう呼んでる。かわいやす。ありがとう。飲んでみて感想を聞かせてほしい。なあじゃあ、これっていちごラテじゃないよね？いちごにしては酸っぱすぎるもん。言っちゃダメ、私が当てるの。かかった。クランベリー。外れだが、言われてみればクランベリーに味が似ているかも。けど違うんでしょ？そしたら答えは？ハイビスカスだ。へえ。お味の方は？大好きっす。甘酸っぱくてクリーミーで。けどなんでスイートハートラテなの？それはまあ甘酸っぱいからかな。そこへミルクがふんわりと心を和ませるんだ。スイートな恋人のようにね。そっか、甘酸っぱくてホッとするんだ。それとびっくり、これってミルクが全然固まってないの。前に何かのパーティーでレモンソーダとミルクのノンアルカクテルを頼んだらゲロマズだったし、きっと材料の割合を間違えたんだよ。それと正しい温度で混ぜないといけない。加えて凝固しないように泡立ててから。要するに私には作れませんってことね。いや、作れると思う。けどレイチェルさんはいつでも私に頼めるだろ。完璧な答え、5つ星あげちゃう。なんでそんなにおしゃべり上手なの？チーはさ、残念ながらこいつは限られた場面でしか発揮されない能力だね。過剰な期待はかけない方がいい。そしたらスイートハートラテね。扱いにくいけど甘酸っぱくて心が安らぐか。それ言えてる。それはさておき、あれからもうそんなに経つんだ。私が最後に店に来たのって多分1年以上前だよね。だと思う。ちょうど君の顔をつけたバスが走り始めた頃だ。そうそう、あれよあれよと物事が回り出して、いきなり休みが取れなくなって。あれからどうだい？忙しいけど元気だよ。つか最高かも。毎日もうてんてこまいだし。新しいミュージックビデオの撮影やら、フォトセッションやら、テレビ番組やポッドキャストへの出演やら、
あとそう、新しいシングルを作ってるの。そうなのかい？そうなんです。そいつはすごい。おめで。やめて、まだお祝いしないで。ちょっと失礼。だってまだその作ってるとこだから。文字通りにね。というと？今回は自分で曲を書いてんの。もうすげえじゃんレイチェル。おー、それも AJ とコラボすんの。ちょいと待った、その人ってもしや。チーム大ファンのアルミージェンドリューだよ。そいつはすごい。だよねだよね、私も興奮してんの。シングルを聴くのが楽しみだ。アルミージェンドリューってそんななかった。あ、ほら、この人だ。全部じゃん。めっちゃ好きやな、この人。この人って私なんだけど、最中。この音楽好きだな。これ好きだな。あ、レジェルが増えた。それとレイチェルさんが作曲もするとはね。へへ、それって私の柄じゃないよね。けど本当のとこはさ、小さい頃からの夢だったんだ、曲を書くのが。それと踊りもね。正確には自分の曲に合わせて歌って踊りたかったの。猫耳の一人ゲリラコンサート。ゲリラコンサート、その辺でいきなりライブすんの。モールの中とか人通りの多い街の中とかで。ああなるほど、そういうやつか。見逃したらパーって消えちゃうの。二度と見られないライブの記憶だけを置き残してね。そいつは面白そうだ。でしょでしょ、人前に立つのは昔から好きだよ。けど子供の頃っていろんなものになりたかったじゃん。でも大人へと成長する中で自分が戦っていく場所を選ばなきゃならない。私の場合は歌と踊りね。それが自分で曲を書くことよりもずっと自然にできちゃったわけ。わかるよ。けど今はもう違う。だって一人でできなきゃ、できる人と一緒にやればいいんだもん。だったら君の目は確かだよ。でしょ。ね、今はね、新しい刺激をどんどん取り込みたいの。だってわかんないよ、チーの作った飲み物から新曲をひらめいちゃうかも。だからもう毎日が楽しくて楽しくて仕方がないの。てなわけで交互期待ね。リリース日は決まってないけど楽しみに待つよ。あら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 、ルーカス来たらいいのにね。なんか新しい刺激になりそうじゃない。まただ猫力って書いてる右すごいスカジャン着てるな今思えば。なんか左胸にだってさアンラインみたいなのついてるもんあれやっぱりか、これって停電？そのようだ。やるわ。前にもあったの。空が荒れるとこうなる。ちょっと失礼、発電機をつけてくるよ。了解。いや前にコーヒーカップある時点でもうバレバレだけどね。かわいい。あ、リオナさんいらっしゃい。こんばんは。カウンター開けていてすまないね。発電機をつけに行くか。やおー、レイチェルさん大丈夫かい。うん、雷にちょっと驚いちゃって。
かるよ。まあしばらくは大丈夫そうだ。よかった。また会えてよかったよ、リオナさん。今夜の気分は？あら、また何かあったのかな。正直いいとは言えない。そいつは残念だ。ちょっと甘めの素敵な一杯を作ってみるの？もちろんだよ、王様通り。そういえば前回変わった一杯を勧めてきたでしょ。ミルクが入った青いお茶みたいなの。ああ、あれか。今夜もあれをいただけるかしら。けどこの間よりちょっぴり甘め。今日はいろいろあったから。体が糖分を欲しても。承知した。君にぴったりな一杯があるよ。よかった。そしたらあの青いラテをちょっぴり甘めでいただくわ。ちょっぴり甘め、この前ブルーティーミルクミルクだったから、片方蜂蜜入れて巻いてある。うわーすごい、ドリーミングブルー。あ、タイミングが大事って言ってたような気するんだよね。でも今でしか出せないような。2杯目頼むかな。いっちゃえ。あ、この間の人のアドレスね。ルーカスだったかしら。私に連絡しろって考えておくわ。ありがとう。どういたしまして。ブルーな気分のブルーな祝女に捧げる一杯のドリーミングルーです。けど私の服って青くなくない？リオナさんはクールな青色のイメージだね。髪が青いからね。おいしいわ。ありがとう。他にも何かいるかい？大丈夫よ。ありがとう。ついてない一日ってとこすか？そうね。まるで全てがガラガラと音を立てて崩れていくような、踏んだり蹴ったりっていう。すごいわかるよ。いつの間にかすごい友達いるわ。あれ、ガラさん来そうね。アクアがお母さんを押してる。話を聞こうか。今宵のレイチェルさんは寛大な気分なのだ。こんばんは。あ、よく真ん中に来たな、ガラさん。先生だ。久しぶりじゃん。よー、レイチェル。ちなみに今も医療事務だかな。知ってるよ、からかっただけ。いらっしゃい、ガラさん。よー、ジー。ここで一杯ちゃっちゃと飲んでから仕事へ行こうと思ってな。が、まずは一息つくのが良さそう。同感だよ。ゆっくりしてってくれ。でさあ、何の話だっけ。あ、そっちのお姉さんと話をしてたの。そうだったかしら。話をしようとしてたかな。迷惑だったら私寮で黙りますんで。今日ってとにかくご機嫌なんす。そうか、俺が向こうへ移るか。うん、いいよ別に。
ガラさんの近況も聞きたいし。ハイだとどうなったのお前は。けど今はそちらのお姉さんと熱く語ってるとこじゃん。分かった、なら俺のことは気にしないでくれ。これってこの間の再現みたい。ほえ、正直こんなにいろいろと聞かれるお店って他になくて。それっていいこと悪いこと、どうなんだろう。けどそんなに嫌ではないわ。実際普段はろくに人と話すことがなくて、大抵は外に出てるから。そうなんだ。嫌なら答えないでいいけど、お仕事は何してるの？クルーザーのドライバー。けど長距離の配達しかやらないの、大抵はね。大変そうだな。そうでもないわ。運転するのは好きだし、気分転換にもあるから。確かにな。そいつは言えてる。俺も60年代の初め頃はマンハッタンでタクシーを転がしていたよ。ガラさんすごいな。そうなの？ああ、すぐやめたかな。危険すぎるんだ。危険ってどんな風に？やたら喧嘩を吹っかけられた。料金を踏み倒すとこもいた。襲われたこともある。それって怖すぎでしょ。やばいって。まあ60年代の初めだからな。世間は今ほど俺たちに優しくなかった。それでも運転が好きだっていうのは分かる。俺も空港からの送り迎えはいつも楽しかったよ。そうなのね。配達専門になる前はお客さんも乗せてたの。へえ、なぜやめた？10人中7人はキャンセルするよ。それも私の車に乗り込んだ直後に。そのせいで停職になったの。なんで？お客さんを怖がらせたから。お客さんって、私関西弁出てるな。そんなのひどい。同感だよ。そいつはあまりにも理不尽だ。あの頃の私が今とは別人だったのは確かよ。あんなに多くの人とやり取りしたこともなかったし、それまでは都会から遠く離れた場所でひっそり暮らしていたの。だからそう、定職を取り消してもらおうと、自分を怖く見せないようありとあらゆる努力をしたの。そうこうしているうちに配達業務だけは任されて、許されて。そうか。いざやってみたら思いのほか配達が楽しくて、ね、だから裏返したの。それに時間の融通も効くから、前よりお稽古やオーディションに。今オーディションって言った？何のオーディション？オペラのスクールの役のオーディション。マジで？それってすごいじゃん。別にそんなすごくなんて。なんで？何年も頑張ってるけど、一度も役をもらえたことがなくて。そうなんだ。おまけにタイヤが1本パンクしちゃって。あ、あれ、もしかして、あれ、なんかバルブ抜いていくやつかな。そうなのかい？ええ、あの巡査さんも気をつけろって言ってたけど、同じ事件かは分からなくて。念のためジョルジ巡査が来たら伝えておくよ。ありがとう。だからそう、今日はついてないの。そいつは災難だったな。いいの、慣れてるし。あう、ごめんなさい。私のことは気にしないで。今からメールをチェックしたいし。わかった。また会えてよかったレイチェル。うん、こっちも。忙しそうだな。しばらく店で見かけなかった。ヘンドリーはどうだ？パパは元気だよ。やっぱりすっげえ忙しくしてる。パパがマネージャーやってるんだっけな今。お前さんほどではなさそうだぞ。
二月に一度はこの店で見かけるんだよ。そうなの、ちぃ。パパってば、私には休みの日でも門限つけるくせに、自分はここに来てみんなと会ってたんだ。ん？ああ、まあ。冗談だよ。パパがよくここに来てるのは知ってる。別にいいの、年寄りだしね。私より休みが必要なんでしょ？だな。年を取るほど息抜きの時間が大切になるんだ。とはいえ、年に一度は健康診断を受けさせるようにな。お任せあれ。ねえ、ガロさんの方は最近どうなの？特に変わらないが、そうだ。実は職場でちょいと問題が起きてない。へえ、どんな？いやな。入院の手配も俺の仕事で、時には小さな子供の入院手続きも行うんだ。うちは小児病院じゃないから、運ばれてくる子供の大半は急患でな。へえ。だからこそ入院手続きは官民に済ませた。みんなの負担をなるべく減らしたいんだ。うんうん、だよね。ただ俺を怖がる子供たちが多くて、そのせいで入院が遅れることもある。けどガラさんみたいにいい人いないよ。でも相手は小さな子供だから。どうして子供に怖がられると思うの？さてな。だがおそらくはこの図体のせいだ。しゃがんで話しても子供たちを見下ろしてしまう。でかいな。ただでさえ不安になってる子たちはもう這いつくばるしかないじゃん。じゃあ確かにそれはありそうだ。最高の組み合わせとは言えないというか。全くだ。とはいえ大した問題じゃない。もう少しなんとかできないか考えてるだけで。おっと、なあち、もうこんな時間とは思わなかった。そろそろ出ないとまずい。今頼んでもいいか？もちろんだ。何にするかい？いつものを頼む。紅茶、ミルク、生姜を混ぜたやつだ。あー、ガラハットだ。あ、間違った。シナモン言っちゃった。店で暴れられたことあったな。あ、ハンドスピナーいかがですか、カラさん。子供たち。これでも名刺なんだよな。名刺だからな。やめとこう。君だけの特別な一杯だよ、ガラさん。急いで作ったけど、手は一切抜いてない。そりゃどうも。今日もうまいな。自分でやってもこうはいかん。それでも効くんだろ、例の症状には。ああ、効く。ただ味が違うんだ。チーム入れる一杯はやはり最高だ。それって何？生姜だって？生姜ミルクティーに近いから。どのことだ。いずれにせよ、この一杯にすっかりハマってな。夜勤の前には欠かさず飲む。カフェインを控えてるのもあって健康のためかい。そんなところだ。その方が怒りを制御しやすいと気づいた。ああ、なるほど。それは何よりだ。素晴らしく紅茶飲みの世界へと地位に誘ってもらうとする。頼りにしてくれ。嵐がひどくなる前に出た方が良さそうだ。また今度ゆっくり話そう。そうだね。そしたら、話の途中ですまないけど、負けるなよ。いつかきっと運が向くさ。ありがとう。お気をつけて。またな。
のリオナさんだっけ。オーディションのこと残念だったね。けどあなたの気持ちすっごくわかるよ。そうなの。私も前のグループに入る前はいろんな事務所に断られまくったし。こちらのレイチェルさんはアイドルなんだ。後ろの棚にシングルが飾った。え、それってすごいわ。どうも。ネットに動画とか上げてんの。うちらってジャンルは違うけどリオナさんが歌ってるとこ見てみたい。動画は消しちゃったの、だいぶ前に。なんで？ネットで広い嫌がらせを受けだから自分の心を守るために削除した。マジで？ひどい連中がいるもんだね。アンチなんて気にしちゃダメ。あいつらただの暇人だからね。そう。あなたもきっと似たような嫌がらせを受けてきたんだと思う。そりゃもう山ほど。有名ぜってやつ。いいことばかりじゃないってね。そうね。とにかく諦めちゃダメだよ。動画のリンク送ってくれたらオーディションの裏情報がないか事務所の人に聞いてみるけど。本当に？うん、その聞くだけ聞いてみるよ。そう。もし見たければ動画ならあるよ。見たい見たい。そしたらそっちへ移るね。え、見たい。私も。あら、普通にがっつり歌ってるじゃん。わあ、オペラのことはわかんないけどすっごく素敵。もっとネットでアピればいいのに。どういうこと？あなたってそのなんていうか待ってる気がする。心に訴えかける個性ってやつ。あ、そうだ、私が友達部に動画アップしとこっか。きっとみんな気に入るよ。あ、怖いんだよね、多分リオナさんは一回叩かれてるからさ。もしそれが一番最初にパンって出した動画が伸びてたり、まあ何やろ、極端に言うとさ、もう何も反応なくてもいいわけよ。だったらまだ2個目3個目がもしかしたらアップできたかもしれないけど、そのせっかく踏み出した一歩をバンシーだからとか歌がうるさいっていう、もう全然、ま、違う界隈の人たちに叩かれちゃってっていう、ちょっと不運なんだよねと思うんだよな、私は。それはいいかな。どうして？私ってネットに向いてないの。ああいう文化に馴染めないの。だからアンチは気にしちゃダメだって。それだけじゃない。他にもコンプレックスがあって。どういうコンプレックス？こんなこと話したら嫌われそう。なんで？私はできればその昔のやり方で頑張りたい。つまり？私にはもっと古いやり方が合ってる気がして。そういうネットを使った近道を頼るんじゃなくて。ああ、路上ライブとかそういう。いや、でもまあオペラ歌手か違うか。ああ、そういうことね。まあ、オーディションに受かって舞台に立ってから宣伝し始めたみたいな意味なんかな。その、それって神様だよって思うよ。ごめんなさい。気にしないの。誰だってそういう何様なとこあるもん。けど今はまだそこまでこだわることなくねとは思うかな。どういうこと？エンタメ業界って移り変わりが早いのね。私も3年ほどアイドルやってるけど、この業界って柔軟性がないと生き残れないの。どんどん次の子が出てくるんだもん。ああ、オペラのことはよくわかんないけど、あの業界だって変化はしてるはずだよ。昔のやり方が常に正しいとは限らないわけ。
特にクリエイティブな業界ではね。変化が起きないのは今のままでも分かってるか、誰かが意固地になってるんだっけ。昔の私みたいにね。そうなの。あの頃は自分の本当に得意なことしか選べないんだと思ってた。後のことは諦めるしかないって。けど最近ミュージシャンと曲を共作するチャンスが巡ってきたの。私って作曲は得意じゃないから、ガチで助けてもらわないとダメなわけよ。わかるか。ねえ、そのコラボするミュージシャンってのがさ、ミュージシャンってのがさ、戦闘機のパイロットになるのが夢だったんだよね。けどいろんな事情が重なって、その夢は結局叶えられなかった。だから暇つぶしがてら友達らに趣味の音楽をアップしたら、ドッカーン、それが見事にバズったわけ。わあ、そうなんだ。私も彼の大ファンでね。実はこの店でも彼の新曲を流してるね。もちろん利用料を払って。そうなの、その人ってすごい。あなたもだよ。だからチャレンジを怖がっちゃダメ。成功への道は一つじゃないってこと。私に言えるのはそんなとこかな。そっか。どっちにしてもオーディションの話はないか知り合いに聞いてみるよ。赤交換する？何か持ってる？けど携帯番号なら。まあいっか。はい、っとありがとう。そしたらリオのさ、私もう行かなきゃ。何かあればすぐメールするね。本当にありがとう。お礼を言うの早いって。けどどういたしまして。ち、私行くね。また来ていい？もちろんだ。いつでも歓迎だよ。じゃあまた。あ、猫になって出ていくのかな。そらそうやな。とっても興味深いわ。猫民族を間近で見たのは初めてなの。そうなの。そうだ、君の車は大丈夫なの？スペアタイヤがあるから。小ぶりになったら交換するわ。そうか。ここへ来て正解だったの。実はどうしようか迷ったの。だってこの間のことがすごく恥ずかしくて。後悔してるの。ごめんなさい。いや、謝ることはないよ。気にしないでいい。ありがとう。なんていうか、私もたまに心細くなる。お察しの通り、オーディションに落ちたのはこれが初めてじゃない。けど、辛いのは辛いの。わかる。いつもはどこかに車を止めて、車の中でじっと反省するの。なんだか余計落ち込みそうだけど、自分にはそれが一番向いていて、他のやり方も知らないし、これからはいつでもこの店へ来るといい。けどいいのかな。私がいるとお店が暗くなって、楽しい空気をぶち壊しにしちゃうし。考えすぎだよ。君ならいつでも歓迎だ。まあ夜しか空いてないんだ。だからそう、気軽に立ち寄ってくれ。考えておくわ。もうすぐ雨も上がりそうね。本当かい？なぜわかるの？長年の勘かな。私ってよく空を見るから。本当だ、雨の音がちょっとちっちゃくなったね。渋滞中は特に。なるほど。なのかな。とにかくもう行かなきゃ。本当にありがとう、ちいさん。どういたしまして。気をつけてお帰りよ、リオナさん。また来てくれるといいわ。
夜はもう終わりにするかな。あ、待って、やらないの、やるの、どっちなのお前は。かまってちゃうか。どれ、ん、これは誰のカードキー。みんな忘れ物しすぎでしょ、まったく。もう誰のこんなの、アパートの鍵、誰だよ。というわけで、じゃあ今回こちらで終わりになります。ご来店ありがとうございました。ちーさんでした。